ここが小納言の屋敷か。四人も呼ばれるなど珍しいな。頼親殿が姿を消し、もう一月。その間、屋敷を訪れ、戻った者はおらぬと聞きます。まあまあ、されどどうということもあるまい。たかが毛量、王子様の技にかなうものではない。王子様。昨夜か。何用だ。こたびの任、藤原の頼親殿に関わるものとか、かの屋敷は都の陰陽師たちも手を焼く毛量どもの住みか。我らのみでは。主は我が陰陽の技を受け継いだ者、清明のあの都の青二歳の弟子でもあるまいに、何も恐れることなどあるまい。咲夜、おい咲夜、兄弟子たちは塔に行ってしまわれたぞ。さあ我らもいざ。兄弟子たちは塔に行ってしまわれたぞ。
見ろ。一の封がされている。扉の封の解き方はわかるな？封にあった血布を当ててやればよい。封印は血布と対になっておる。違う数の血布では封を解くことはできぬぞ。まあそなたならば言わずとも分かっておろうがな。持っておけ。たまには兄弟子らしいこともせねばな。先に行け。屋敷の調べ始まったばかりである。
おお、サクヤ。なんだ、こちらに来る術がわからぬのか。庭へ降りられる場所があったろう。あちらから回り込めばよい。この橋はしゃがめば通れるぞ。お主もここで汚れを落としておくか。ほれ、このように汚れを片代に移して流せば、災いから身を清めることができる。水辺を探してこまめに汚れを払っておくとよいぞ。身を清めておけば、またそこからやり直すことができるからな。
Sakuya ka? その扉を閉めたものを見ませんでしたか？知らんな。ここにもつづらか。お前は他へ行け。